今ボツワナに来ています。ボツワナは南部アフリカの内陸国、南アフリカの北にある国ですね。ここに来たのは16年ぶりです。私のことはあまりご存じない方のためにちょっとだけご説明します。南アフリカ出身でボツワナに亡命した作家ベッシー・ヘッドという女性がいますが、彼女のことを私ライフワークとしてずっと追いかけています。最初は大学生の時に、1998年にアフリカ研究のゼミに入っていた時に、南アフリカの作家ベッシー・ヘッドに出会って、彼女に惚れ込んだというか、それ以来彼女のことを敬愛していて、ずっと追いかけているわけなんですけれども、一度1998年に来て、それから2007年に、私ジンバブエでお仕事をしていたんですけれども、その時にちょうどベッシーヘッドフェストという作家ベッシーヘッドの生誕70周年を記念したイベントがあるんですけれども、そちらに参加したことがあったんですね。でその時以来なんですよ。もうこれ見てください、この今ね、ボツワナのハボロネの首都の、見えるかな、首都なんで都会なんですけど、ここのゲストハウスで、今ゲストハウスで泊まってるんですけど、ちょっと町外れなのですごく綺麗な景色が広がってて、本当に気持ちがいいんですよ。ここに来て何をしてるかというと、作家ベッシーヘッドのまずはアーカイブがあります。南アフリカで生まれてボツワナに亡命して、でも22年間ボツワナに暮らしている人、暮らして亡くなった人なんですけれども、86年に亡くなっているので、もちろんご本人にお会いすることはできないんですけれども、それでもセロエという村のですね、村といってもちょっと大きな、田舎町みたいなところですね、セロエのミュージアムに彼女のアーカイブが保管されています。彼女の原稿、それからいろんな、小説とかですね、短編小説とかの原稿、それからいろんな資料、そして大量の手紙、これがですね非常に貴重な資料なんですけれども、本当に美しくて、で大変素晴らしい情報がたくさんあふれている、素敵な手紙なんですけれども、ほとんどが、未公開の状態なんですよね。でも私はそれを大学生の時に一度バーッと頑張って、見に行って、大量のコピーをして帰ってきたんですけれども、またそういうふうにですね、掘り下げていって、いろんな資料を見ながら、次に作家ベッシーヘッドについて何をやりたいのかなということを探っていきたいかなって思っています。まず直近のプロジェクトでやりたいこと、一つはベッシーヘッドの作品があるんですけれども、もう出版された1960年代の小説、これを日本語にして日本で出版したい、これがまず一つですね。で今いろんな出版社の方にお話をさせていただいたりとか、頑張って出版社を探したりしているところでございます。でもう一つが、手紙とかですね、未公開の部分から美しいものをピックアップして編集して日本語で出せたらいいかなっていうのはちょっとあります。で、あとはベッシーヘッドヘリテージトラストというですね、ベッシーヘッドの、関連の業務、いろいろやってるところです。ベッシーヘッドヘリテージトラストの人たちは、私も知り合いの研究者の人たちなんですけれども、いろんなやることがあるんですよ。新しい資料もいっぱい見つかってきますし、でもう少し整備しなきゃいけないところもあるし、課題もあるし、そういったところの仕事をしたいかなって思っています。で私自身の話をすると、そうですね、16年ぶりなんですよ。この16年間で、ね、何をやってきたんだと思います？仕事ですよね。そうなんですよ。仕事もね、もちろん素晴らしい経験をたくさんさせていただいてるんですけれども、コンサルタントの仕事を今休職して、ゆっくり時間を取ることができたので、ここに来ることができました。でコンサルタントの仕事をした中で、自分にとってねすごくいい経験で、アフリカのいろんな国に行かせていただいたので、そういったところも良かったわけなんですけれども、その一方で自分のライフワークが後回しになってきたなっていうのをすごく反省してます。で本当に本当に今幸せなんですよ。もうやっとボツワナに来て16年ぶりですよ。ボツワナに来ていろんな研究者の人と会って、あとベッシーヘッドの友達もいるので、その人に会いに行くんですけど、そういう人に会って話をする、もう全ての瞬間がですねすごく貴重でありがたいなって感じてます。でこれは何でやってこなかったのかなって、やっぱり悔やむところもあるんですけど、今ですね
やりたいことがあれば絶対やっていくべきだなと私は思ってます。仕事があるからなんだっていうのはあるけど、まあ、そういうことやってるうちに年取っちゃうんですよね。もう私もこれで16歳年を取ったということなので、ベッシュヘッドのことを始めてもう25年以上ですよ。だいぶ時間が経ったなと思います。なので、やりたいことをやるべきことを今できるだけちゃんとやっておく、これが大事かなってすごく思ってますので、ブログとかでも発信をさせていただいているので、ぜひそちらも見てください。で、音声配信の雨雲ラジオというのもやってます。リンクも貼ってありますので、ぜひ見てください。で、明日ですね、エッシーヘッドが暮らしたセロエ村というところに移動したいと思います。ワクワクしてます。本当に16年ぶりです。セロエ村に行って、いろんな人に会ったり、ゆっくり時間を過ごしたいと思いますので、そこからも動画を発信できればいいかなって思っています。見ていただけたら嬉しいです。ということで、今日は羽幌根からお送りしました。First edition of When Rain Clouds Gather to the most recent. So, do you want a chair or something to stand on? No, I'm tall. Lovely. Is the You know, key. I have to create a market. I mean ちゃん、嘘、かわいい。